赤羽駅。赤羽駅は、東京都北区にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である、の、スリーレターコードが付与されている。東駅を経由する路線は、線路名称上は、東北本線と赤羽線の2路線であり、詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称を参照。このうち東北本線を東駅の所属線とし、赤羽線は、始発。 終着駅としている。東北本線は主に、湘南新宿ラインが走行する東北貨物線、通称、小久駅経由の列車線である、宇都宮線、正式路線愛称のほか、田端駅東駅浦和駅経由の電車線である、京浜東北線、通称、武蔵浦和駅経由の最強線、通称が分岐している。JR 東日本公式サイトでは、赤羽駅の所属路線を、 赤羽線、京浜東北線、埼京線、高崎線、東北本線と表記している。当駅を経由する路線名称と各運転系統名称は以下の通り、当駅付近の東北本線は通称電車線、列車線、貨物線、通称は東北貨物線の三福線となっており、電車線は京浜東北線電車、列車線は宇都宮線、 高崎線の上野東京ライン及び上野駅発着列車、貨物線は貨物列車と湘南新宿ライン他東部、直通特急、他の新宿駅発着特急などが走行する。当駅より上野方面は経路も異なり、電車線は王子方面、列車線は小久方面を経由する。なお貨物線の列車はホームがない埼玉新都心駅を通過する。 島式ホーム4面8線を有する高架駅である。改札は北改札口と南改札口の2カ所で、それぞれ西側と東側に出口がある自由通路形式となっている。一番西側の最強線ホーム7.8番線の直上を東北新幹線が通過している。以前は地上駅で京浜東北線は森土地上にホームが設置され、 東北本線と赤羽線は地平ホームの共状駅舎などとなっていた。その後、東北新幹線の上野駅への延伸工事に伴う地下通路の新設、1983年の赤羽線ホーム、当時は5番線、現在の7番線の公開施設などにより、当駅は内部構造が入り組んでしまい、高架ホームを地下の乗り換え通路を介して、 階段で行き来する構造であるにもかからず、エスカレーターなども設置されていなかった。本来は一斉に完全高価化を行うべきところを東北新幹線建設を優先し、残りの高価化が遅れたことが原因である。このような構造上の問題もあり、埼京線と京浜東北線の乗り換えなどに非常に時間がかかっていた。また、宇都宮線。 高崎線の当時の池袋駅発着列車の経路である東北貨物線は当駅前後が単線で上り下り列車とも同一ホームの発着となっていた。1990年から約8年かけて駅や付近の線路の高架化工事及び立体交差化工事を施行して完全高架化された後各線相互の乗り換えは容易になった。ただし当駅は 山手線の東西各方面への列車が合流する文京駅であり、ホーム間移動する乗客が多い。京浜東北線はラッシュ時の一部に東駅発着の設定があり、埼京線もラッシュ時や昼間の一部に東駅発着の設定があるほか、早朝と深夜には赤羽線区間の東駅池袋駅間の運転がある。このため、両線とも大宮寄りに引上げ線がある。 各ホームの乗車位置には3つの四角形が設置されており、真ん中に北区のシンボルマークが配されている。当駅から大宮駅へ向かう列車が数多く発着するため、駅の階段付近には各路線の所要時間が掲示されている。湘南新宿ラインが浦和駅に停車する前は、各ホームの駅名表示板の隣の駅名は全て異なっていた。 出展、JR 東日本、駅構内図。5.6番線では2018年11月16日から、当地出身のエルファントカシマ氏の楽曲が使用されている。2007年2月には、改札口、駅コンコース内にフルカラー LED 式発射表が設置された。駅舎は、岩淵水門、通称、青水門をイメージして作られている。 南側の改札内コンコースには、吉野家と JR 東日本の外食グループ会社である JR 東日本フードビジネス、ヘフブとの業務提携による JR 駅構内2号店、駅の牛丼吉野やヘフブ、ジェフビーがあったが、2012年8月末で閉店した。北側の改札内コンコースは、リニューアル工事が完了し、拡大し、 後日の駅舎と赤羽が開業した。北改札内に2011年3月26日に開業した JR 東日本都市開発が開発、運営する改札内商業施設、他の多くの駅舎とは JR 東日本リテールネットが運営している。同年9月23日に南改札よりの増設エリアの整備が完了し、全面開業した。 多数のスイーツデリケーショップを中核とし、コンビニエンスストア、ニューデイズ、カフェ、ベック、エスコーヒーショップ、蕎麦店、蕎麦市、書店、ブックエクスプレスなどのほか、雑貨店、婦人医療店などが出店している。出店店舗の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップ一覧を、営業時間は公式サイトトップページを参照。北改札の北側改札外からの降下した。 途中東京都道460号中10条、赤羽線ガード下を挟み、大宮方、約350メートルにわたり設置されている、ショッピングセンター。飲食店や雑貨などの販売店をはじめ、ビバホームやスポーツオーソリティ、湯沢屋などが出店している。駅ビルであるが、駐車場も備え、自家用車利用車も、顧客として取り込んでいる、駅、駐輪も併設。 元々は、北口改札前引く都道465ガード、下までの間が、アルカード赤羽2、ガード下から、北側が、アルカード赤羽3生活提案館という、名前であったが、2010年、南口改札外にあった、アルカード赤羽1を、駅 U と赤羽の用地として転用するために閉鎖し、1が欠けた状態で残った北口改札外の、2、 三が存在するという状態となってたが、四年後の2014年11月13日、ビーンズ赤羽として統合、リニューアルした。JR 東日本都市開発が開発、運営。当駅は、埼玉県川口市、蕨市、戸田市、埼玉市などや、それ以北の道県内の都市から、 東京都心部へ移動する際に経由する駅であり、また山手線と並走する西側の最強線、湘南新宿ライン、池袋新宿、渋谷駅方面と東側の京浜東北線、宇都宮線、高崎線、上野、東京、品川駅方面への分岐点であることから多くの乗り換え客が集中する。そのため、当駅では、 駅 U と赤羽海業と共に乗り換え経路を増加させ、乗り換え客の利便性向上を図った。近年1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は、旧赤羽村域に建設されたため、駅名は、赤羽駅とされたが、当駅の北部は、宿場町として有名であった、旧岩淵塾であり、旧岩淵塾が、旧赤羽村などと合併した。 際の町名は、旧岩淵町とされていた。しかし、当駅周辺は、次第に、経済的に発展するようになり、かつ知名度から見ても、駅名となった赤羽という地名は、岩淵よりも、有名になった。そのため、第二次世界大戦後、岩淵という地名を完全に消滅させ、すべて赤羽に解消する計画が生じたが、地域の住民運動により、平成時代においても、 岩淵という地名は残存し、かつ、埼玉高速鉄道と東京地下鉄、東京メトロ南北線の駅名は、赤羽岩淵駅とされている。しかし、旧岩淵宿駅は、完全に赤羽の経済圏並びに生活圏になっている模様である。東駅周辺は主に北区の商業の中心となっている。東北本線の線路が地上にあった頃は、駅の前後に、 開かずの踏切が点在し、東西の町は鉄道によって事実上分断されて、いたが、高架化の完成によってこれが解消され、高架下にも商業施設が多数入居し、東口、西口側双方から利用できる。東京都青少年治安対策本部の調査、2013年7月発表によれば、 赤羽駅周辺の放置自転車数は平成24年度において都内ワースト1位である平成22年度調査以降都内ワースト1位が続いている古くからの商業地が広がっている複数の商店街が周辺に点在するほかパチンコ店や居酒屋も多く南側には観楽街も広がっている戦後の早い時期に行われた区画整理により 南北に走る北本通りを中心とした、比較的整備された街並みとなっている。地下鉄南北線、埼玉高速鉄道線の赤羽岩淵駅との間は、東口より赤羽東本通りを通じて、徒歩10分程度離れている。そのため、埼玉高速鉄道線開業の際にも、国際工業バスは、埼玉高速鉄道線とほぼ並みして走る赤羽駅、 東口、鳩ヶ谷公団住宅、川口市立医療センター制を廃止していない。なお、当駅を通る列車の運行に支障が生じた際の振り替輸送では、赤羽岩渕駅を利用するように指示が出される子がある。1980年代から1990年代にかけての再開発、パルロード赤羽を参照によって、駅前には大型スーパーやマンションが立ち並んでいる。 そこを通り抜けると周囲は住宅地となっており、周辺が丘陵地帯であることもあって、大きな道路や商業施設は存在しない。北側一帯の丘陵地には赤羽台団地が広がっており、その下を駅前からの道路が赤羽台トンネルで貫通し、北赤羽駅方面と連絡している。東口と西口にバスターミナルがあり、国際工業バスのほか。 関東バス、東京都交通局の路線が発着する。2015年4月1日からは、羽田空港業の空港連絡バスが東口9番、乗り場に発着するようにな。JR 東日本では、2011年1月19日に、赤羽駅リニューアル計画を発表した。リニューアルはすべて来た改札内であり、内容は以下の通り。なお、 この北改札内のリニューアルのため、発表以前より工事が始まっており、南改札に面した改札外商業施設、アルカード赤羽市は2010年9月までに閉鎖された。アルカード赤羽市は建物の構造、位置関係上北改札内にあった従来の店舗と壁一つ隔てて隣接しており、新婚コ,コースとエキュートは、アルカード赤羽市の用地を転用する。また、 北改札内にあった従来の店舗も同年末までに全店閉店したほか、ホーム上の一部店舗も閉鎖、撤去となった。工事は日期に分けて実施され、2011年3月に北改札内のリニューアルとエキュート赤羽の一部先行オープンが、同年9月に乗り換えコンコースの整備、エスカレーターの設置が行われたほか、エキュート赤羽が全面をオープンした。これにより、 駅部中央部分が改札内扱いになるとともに、改札内店舗の面積は大幅に拡張された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。